いちこです。今日は2024年6月22日土曜日です。高松の午前6時半頃の温度は21度で、予報は曇り時々晴れです。現在午前7時半過ぎ、温度は23度で、予報は変わらず。午後から雨マークの予報です。夕方6時頃には止みます。明日の日曜日は朝から午前中まで雨マークです。さて、動画は前回の続きからで、三条町からです。読み上げも前回に続き、佐世保小6女児同級生殺害事件の2回目からです。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。佐世保小6女児同級生殺害事件。出典フリー百科事典ウィキペディアより。加害者特定、事情聴取の続きからです。16時ごろ、6年生を除く全児童が集団下校した。6年生は14時から5箇所に分かれて1人15分程度事情聴取を受けていた。18時ごろに調書が出来上がり、保護者の入場と6年生児童の下校が認められた。出張先から戻った校長が保護者に事態を説明した。20時30分、警察が殺人事件だと発表。21時ごろ、被害者の父親が記者会見を開いた。22時30分、加害者は警察署内の女性職員休憩室で就寝。6月2日、8時ごろ、加害者が起床、弁当を食べてから任意の事情聴取が再開された。午後、佐世保児童相談所の中村正則所長と長崎県教育委員会の立石悟教育長が記者会見を開いた。中村所長が、面談の印象で言うと、ごく普通の女の子。我々と会話もでき、ごく普通の家庭に育っている。このギャップに驚いていますと切り出し、事件当日は緊張と不安が残っていました。両手で顔を覆ったり、泣きながら話したりと話した。さらに本人は問題なく育っている。成績も良く、頑張り屋だったと両親からの聴取も踏まえて話した。しかし、少女の印象について思ったことをうまく表現できていない子。困ってもはっきりノーとも言えないような感じですとも付け加えた。インターネット上の掲示板で嫌なことを書き込まれて、書き込みをやめてほしいというやり取りが二人の間にあったことも明かされた。佐世保児童相談所は加害者を家庭裁判所に送致した。これを受けて長崎家庭裁判所佐世保支部は即日、監護措置処分を決定。その日のうちに佐世保警察署から長崎少年鑑別所に移送された。また、長崎県弁護士会は付き添い人に迫光を、川添氏、山本昭則の3人の弁護士を選定した。事件当日に佐世保警察署で山本弁護士が、6月3日に長崎少年鑑別所で川添、佐古両弁護士がそれぞれ接見した。6月3日。長崎少年鑑別所で加害者と弁護士が接見した。加害者は水色のブラウスに、えんじ色のジャージ姿だった。加害者は少年鑑別所で一人部屋を与えられ、22時ごろ就寝する生活を送っていた。夕食にはご飯と煮物を、朝食にはご飯、味噌汁と少しのおかずが提供され、彼女はほとんど残すことなく食べた。自由時間には法務技官が差し入れた赤毛の案を読んだりした。接見では家族や友達で、誰か相談できる人はいなかったのという弁護士の問いに対し、一人で悩んで、一人で考えていたと答えた。また、あなたは自分のことをどう思うのという問いには、自分は仲間と、はにかみながら答えた。どのように仲間なのか掘り下げると、いろいろな意味でと答えた。加害者は事件について弁護士に、なんでやったのかな。
よく考えて行動すればこんなことにならなかったと答えた。その一方で、警察による事情聴取では、数日前から殺害方法を考えていたとも話していた。〇〇さん、被害者にはどんな気持ちなのという問いには、会って謝りたいと答えた。あなた自身はこれからどういう人生を送りたいのという問いには、普通に暮らせればいいんだけれどと、答えた。佐古弁護士は加害者の印象について、非常に幼いな、と。小学6年生なのに、見たところ小学4年生ぐらいの印象を受けた。この子があんなことを、と非常に意外な感じを持ったとコメント。川添弁護士も幼いという印象は、確かに私にもあった。背もそれほど高くないし、表情も幼い。ただ、付き添い人の選任届にサインしてもらった字は、しっかりした字を書いていたので、その意味では表情ほど幼くないのかもしれないとコメントした。加害者は自分の両親について、お父さんとお母さんに迷惑をかけた。謝りたいと話した。弁護士は精神鑑定は不要で、全く正常に見えたとコメントした。6月4日、16時ごろ、加害者は鑑別所で両親と面会した。父親が元気にしているかと尋ねると、加害者は小さくうなずいた。彼女は終始うつむいていた。母親は涙を流していた。父親が毎晩手を合わせて拝むんだよと言い聞かせ、面会は終了した。6月7日、19時ごろ、佐世保市役所で被害者の父親の代理人が記者会見を開いた。遺族の手記を発表した。少年裁判、精神鑑定。6月8日、長崎家庭裁判所佐世保支部が少年審判を開くことを決定。6月9日、付き添い人が記者会見を開き、加害者への精神鑑定を行う意向を示した。また、加害者が運営していたウェブサイトやミニバスケットボール部隊部の経緯について説明した。6月14日、長崎少年鑑別所で出張審判が開かれた。審判は15時ごろに開廷した。加害者は、スミレ色のブラウスにエンジ色のジャージ姿だった。この日は精神鑑定の実施を決めて閉廷した。家庭裁判所が決めた鑑定留置期間は8月14日までの61日間であった。6月23日。付き添い人が精神鑑定中の加害者の様子などについて発表した。加害者の両親が遺族へ宛てた手紙を読み聞かせた際、加害者は大粒の涙を流し、どのように謝っていいのかと話していたことを明らかにした。7月20日、学校でお別れ会が開かれた。8月24日、少年審判の意見陳述が行われた。また、鑑定留置期間が1ヶ月延長され、9月14日までとなった。司法判断、児童自立支援施設へ送致。9月15日、10時30分、長崎家庭裁判所佐世保支部201号法廷で最後の少年審判が開かれた。出廷したのは、長崎家庭裁判所佐世保支部の小松平内裁判長、上田、新藤良半次歩、家庭裁判所調査官5人、少年鑑別所職員2人、付き添い人3人、加害者の両親。加害者は白地にチェック柄のシャツにジーンズを履いていた。加害者を児童自立支援施設送致とし、2004年9月15日から向こう2年間の強制的措置を取れる保護処分を決定した。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年6月10日月曜日。
はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。